園子は、新潟県のほぼ中央部に位置する市である。2006年3月20日、燕市と西蒲原郡吉田町、同群分水町の三市町の新設合併により、現在の燕市として発足した。人口は、県下7位であるが、地域の大部分が平地であるため、人口密度は、新潟市に次いで2番目である。養殖器の生産では、世界的なシェアを誇る、工業都市である。 新潟県内では主に、下越地方、もしくは、県央地域に分類される。同じく県央地域の三条市、加茂市などと合わせ、県内では、新潟市、長岡市に次ぐ、都市圏を形成している。特に三条市は共に、金属加工を中心に栄えたこともあって、古くから、相互補完の関係が深く、つばめは、職人の町、三条は、商人の町とも称される。近年でも、 つばめ市から三条市への通勤率は10.1%に達する。だが一方で根深い対立を抱えている側面もあり、過去には漁師の協会に所在する日本国有鉄道のつばめ三条駅や北陸自動車道の三条へインターチェンジについて名称の扱いをめぐり論争が起こったことがある。また2000年代の市町村合併をめぐっては、漁師の財界や市民団体などから、 両子合併による、つばめ三上市を実現しようとする動きが見られたものの、両子双方で論争に発展するなどし、結局実現には至らなかった。本市の固定電話における、市外局番は、全域で0256であるが、単位料金区域が、旧つばめ市と、旧吉田町及び旧分水町に分かれているため、互いの地域をまたがる通話に際しては、市外局番をつけてダイヤルする必要がある。 園地区中心部周辺の空中写真、中野口川沿いに市街地が形成されている。1975年撮影の4枚を合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに作成。園市は越後平野の中央部、下越地方南端に位置する。日本海には接しておらず、山岳はヤヒコ山脈南端の国上山があるのみで、それ以外の地域はおおむね平坦である。 地域には、信濃川、大河津分水路、中野口川、大通川、西川などの河川が流れている。市役所などが所在する、吉田地区、旧津波市の中心地である、園地区、大河津分水路、右岸川の分水地区の計3箇所に大きな市街地があり、この3地区の市街地外各部には、水田が広がる。また水田と各市街地の境界部には、 県内有数規模の工業団地が所在する。吉田地区、分水地区の国道116号沿いと、燕地区の国道289号沿いには、ロードサイド型の店舗が数多く林立する。特に、燕地区の井戸巻は、沿山条駅や北陸自動車道の山上園インターチェンジ、国道8号などが交わる、交通網の要衝という立地から、 隣接する三上市のしごろとともにビジネスホテル、シネコン、飲食店、アパート、マンションが隣立するなど、都市化が著しく進捗している。2015年の国勢調査によれば、新潟県の人口重心は、燕市、小池地区の住宅地内に存在する。県王地域とは、自然地理のみならず人口分布の面でも新潟県の中央部といえる。古くは、津波目と表記され、 実は港、目は、中心地を意味していた。波頭に垣間見える多くの港の中で最も、栄えた、中心地、という意味で名付けられたものと考えられる。沿岸は内陸部にあるため、ここでいう港とは、信濃川の河岸に多くあった船着き場の一つという意味であり、燕市周辺が、米の集積地とされ水運の中継基地として栄えた、ようである。 伝説では川上から流れてきて、縁が群れていたことから見出された誇らを建てた。地とされるが、縁の文字に置き換えられた時期や由来は、明確にはわかっていない。飛鳥時代、編集奈良時代、編集平安時代、編集鎌倉時代、編集室町時代、編集安土桃山時代、編集江戸時代、編集明治時代、編集大正時代、編集昭和時代、編集平成時代、 編集議員定数20投項目では、1954年3月31日から2006年3月19日まで、新潟県に存在した園子について紹介する。3条、園地域における、平成の大合併の地図。前日の通り、2006年3月20日に、つばめ市と吉田町、文水町が、新設合併し、新しいつばめ市となった。当初は、 県王地域全体で政府案に沿った合併協議が進められていた。園市はもともと新潟県西部広域消防事務組合の厚生町村であるヤヒコ村、寺泊マリ町、岩室村、分水町、吉田町との合併を目指し、西神原南部法廷合併協議会を結成して協議を進めたものの、吉田町、岩室村が相次いで離脱。 残った4市町村も協議継続を断念して、協議会は解散した。このうち岩室村は後に、新潟市への編入合併に至っている。その後、当時の燕市長である、高橋仁一は三条市との合併を提案したところ、市内は賛成派と反対派でま、二つに分かれ、住民投票の結果わずかではあったが、反対票が上回ったため、合併構想は消滅した。一方、 寺泊町、分水町、ヤヒコ村の3町村による合併協議が進められたものの、ヤヒコ村が合併条件の不備を理由に協議から離脱し、こちらも結局破断となった。このように、県央地域の中でも、特に西蒲原南部地区では合併協議が進まず混乱が続き、つばめ市をはじめとする各市町村は孤立状態に陥った。しかし吉田町が、 演士に対して合併を打診したことから協議が再開され、後に分水町も参加し、この三市町によって協議が進められることになった。さらに寺泊町も参加の意思を示したものの、三市町からの合意が得られず断念し、寺泊町は後に長岡市への編入合併に至った。またや彦村は、その後合併協議には参加せず、独自立村の道を歩むことになった。 そして2004年3月8日、三市長による任意協議会、園、吉田、分水合併推進協議会が発足して、具体的な協議を開始し、同年11月4日に法廷協議会、園、吉田、分水合併協議会に改造、三市長が、新設合併によって、新市を発足させることで合意に至った。新市名は、市民公募の結果、 つばめしとする旨も決定。そして2005年2月21日、吉田町産業会館において、合併協定の調印式を執り行い、同年3月17日には、伊豆田県知事へ合併申請を行い、同年8月16日付官報に告示され、2006年3月20日付で、新設合併により現在のつばめしが発足した。合併協議においては、合併方法や、 新種の名称、合併建設計画などに加え、市庁舎の位置についても議論がなされたが、三市庁の庁舎はいずれも、すでに地区40年前後を経過して老朽化が、著しいことから、既存庁舎の活用は断念し、吉田地区を建設地として、新市庁舎の建設計画を立案する方針が決まった。それに伴って、新市庁舎が竣工するまでの間は、本庁機能を、 分散配置する分庁舎方式を取ることとなり、市庁室や市議会などをはじめとした市政の中枢部は、吉田庁舎に配置された。吉田庁舎とつばめ庁舎、分水庁舎では引き続き、各地区の業務が行われるとともに、市の各部署が分散しておかれ、業務が行われていた。2009年2月、市は、新市庁舎建設基本計画をまとめ、地域のほぼ中心点で、 吉田庁舎から南東側約一六キロメートルの地点にあたる吉田西大田市内の農地を市庁舎の建設地とする旨を決定し二千十一年七月に着工二千十三年四月に竣工、同年五月七日から業務を開始した現市庁舎は地上四階建て延べ床面積約一万1400平方メートルで市内の公共施設では初めて免震構造を 採用するなど、防災機能を強化したほか、太陽光発電や風力発電を採用するなど環境対策も、図られた。総工費は45億5800万円を要した。新庁舎への移転と合わせ、旧吉田庁舎は改修後、市民交流センターや別棟は、水道局庁舎として活用され、その後、旧津町写真館は新たに、延長者として会長して、水道庁舎が移転し、 検診センターを設置、新しいつばめ庁舎と分水公民館に行政サービスコーナーを開設して、証明書類の交付などを実施している。老朽化が著しかった旧つばめ庁舎本館と旧分水庁舎は閉鎖の上、解体撤去された。新潟県県央地域は日本を代表する金属加工製品の一大産地で、機械、自動車部品の製造が非常に盛んである。 とりわけ、つばめ市はステンレス製品の加工業者が数多く立地し、特にカトラリーを中心とした金属製用食器においては日本国内生産シェアの90%以上を占める。またプレス金型の製造業者が数多く、プラスチックなど非金属製品の製造も盛んに行われている。市内に立地する全産業のうち製造事業者の割合が36.4%であり、 全国市区町村の中で最も製造業の比率が高い市区町村である。園市には得意とする部品や加工技術をことにする小規模な工場が多い。このため医療機器など技術的に高度な少量の案件にも経営者や職人が話し合って素早く対応し、生産品目を高く化してきた。市内3地区の外閣部は水田がその多くを占めており、 稲作を中心とした農業も、機関産業の一つである。養豚も盛んで、特に豚肉は、県内各産地と共に、越後もち豚のブランドで県内外へ出荷している。園市における、金属加工業の歴史、編集17世紀初頭、毎年のように起こる風水害に疲弊した山城、園地域の領民を救うため、山上城,城に在任していた、出雲崎人や大官の大谷清兵衛が、 江戸から枠木の単野職人を招き、農民の副業として枠木製造を奨励した。これが炎単野の始まりである。その後、度重なる江戸の大化で枠木の需要は甚だしく増え、生産は繁忙を極めた。枠木の他にも自家用の小切りのメリツ用の葉、たたら、仙台出身の藤七という名の人物が始めた同期、江戸や合図から伝わった、キセル。 やたての製造も始められた。明治時代以降も、東京や横浜では大災害や大火があり、枠木の需要はさらに拡大したが、円、三条など、国内の生産だけでは間に合わなかったことから、洋釘が導入され、これをきっかけに、枠木の需要が減り、明治20年代には、洋釘にほとんど取って代わられた。これによって、園の主力産業であった、枠木単業は、たたら、着せる、 同期、矢立、長金など、他の金属加工業種への転業を余儀なくされた。同製品は、ツバメ動物と呼ばれ、もともと枠技ともに高い評価を受けており、明治後期には、同期、たたら、キセル業界は成長を極めた。主な企業、編集ツバメ氏は、日本プロ野球の東京ヤクルトスワローズとの間で2011年シーズンから、チーム名と同じ、ツバメにちなんで、交流。 連携事業を実施している。2010年9月15日、明治神宮野球場の対読売ジャイアンツ戦で実施されたイベント、うまさぎっしり、新潟でで、つばめしがしないさん、ブランドコシヒカリ、ひえん、マいを出品したところ、演技が良いと、球団関係者の目に留まったことが契機となり、翌年には正式に連携協定を締結して、交流事業が開始された。市では、 ヤクルト球団と共同で、同年から市内の水田で田エネカリを通じた市民とファンの交流イベント、スワローズライスファームプロジェクトを開催しているほか、ツバメシに拠点を置く企業による主催公式戦の商品提供や、球団グッズの企画、製造などが行われている。球団マスコットのツバクロウは2013年、市の親善大使として、ツバメシ PR 隊長に任命され、 市内の祭りやイベントなどに派遣されている。また、ヤクルト球団では、キャンプ地の松山市、西都市、浦添市とも交流、連携事業を実施しており、これら計4市が、相互理解と協力関係を深めるとともに、相乗効果で、各市のイメージアップや地域活性化につなげることを、目的に、同球団の本拠地である明治神宮野球場でのイベントや、 各都市が持ち回りで毎年夏に開催している少年野球大会などで交流を深めている。市内に大学は所在しない。なお2005年には柏崎市の新潟産業大学が燕市内にサテライトキャンパスを設置する構想を明らかにしたものの、同志及び在界関係者などが機能の一部だけであっても3台が市外に移転することは容認しがたいと難色を。 示すなどし、実現には至らなかった。円三条駅燕口燕駅周辺東日本、旅客鉄道中心となる駅は燕駅であるが、市役所庁舎の最寄り駅は、 越後線の南吉田駅、越後交通及び新潟交通観光バスの路線バスのほか、市により循環バス、スワロー号や飛行号が運行されている。また、市内全域に予約制乗り合いワゴン車、お出かけキララン号が設定されている。また、北陸自動車道経由で、円駅、三条園 IC と新潟市街を結ぶ県内高速バスが、 新潟交通観光バスにより運行されている。高速道路一般国道県道道の駅このほか、昭和30年代以降、釜飯が根付いている。参考ウェブページ、観光パンフレット国城寺や、五号湾おつし神社といった、領館ゆかりの地を巡ることができ、遊歩道や、展望台、ビジターサービスセンター、駐車場など、観光整備が行われている。 桜の名所として知られている、大河津分水と品濃川に挟まれた地域は公園として整備されており、大河津河働石や新新新井石、国の登録有形文化財である新井石を眺めることができるほか、品濃川大河津資料館や挙動観察室が設けられるなど、総合学習の場となっている。天保8年に隕石が落下してきた場所であり、跡地には、 記念碑が建てられている。樹齢350年と推定され、県指定の天然記念物となっている。このほか隣接する山上市に、園山上地場産センターが設けられ、園山上地域の情報発信拠点となっている。五十音順。職種等の後に出生地区を休日体名で記載する。このうち3名が2014年現在。 つばめ氏からつばめ氏 PR 大使に任命されている行政歴史、報道観光、その他、ありがとうございます。